はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、8月の9日金曜日でございます。ということでね、今日はですね、そう、もうね、皆さん今ね見ていただいてると思うんですけれども、ライオンキング実写化初日でございますよ。ということで今からですね、早速こちらイクスピアリに来ておりますので、今からね、このシネマイクスピアリのね、ライオンキング早速見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。いや、楽しみですね。はい、ということでね、こちらライオンキングです。本日8月9日金曜日からですね、早速今から行っていきたいと思います。ピアリの上がですね、ライオンキングになってました。ピアリのここはね、ちょっと変わらずトイストーリー4でした。ディズニーストアです。でストアにもね、このライオンキングのグッズたちがめちゃくちゃあります。ラズーかわいい、うん、めちゃくちゃあります。9時15分からですね、早速行ってきたいと思います。ここまさかのトイストーリーのまんまでしたね。ライオンキングだと思ったのに。ライオンキングのグッズです。ストアにもいっぱいありましたけどね、いっぱいこちら映画館にもあります。では早速行ってきます。ということでね、今日はね、このライオンキング見たんですけど、お次はですね、10月の18日にマレ様ですね、マレフィセント2があります。でこれもね、初日来れたら来たいと思います。でその後にさらに11月ですね、11月にはアナ雪があります。いやー、もうまだまだね、ディズニー系の映画楽しみなのがいっぱいですね。はい、ということで、いやー、今ね、ライオンキング初日見てきましたよ。最高でした。いやー、本当にね、まずね、音楽がいい、ね、もうライオンキングってね、神曲ばっかりですけどね、それが今バージョンにね、さらにアレンジされてて、もうめっちゃかっこよかったです。で、やっぱりね、あのアニメーション先に見た方がいいかもしれないですね。アニメーションのものをそのまんまなんか実写化にしたような感じなんで、まあ、ちょっとね、アレンジもちろん加えてはあるんですけれども、まあ、そのまずね、アニメーション、まあ、見た方がいいと思いますので、まだね、アニメーション見てない方いましたら、ぜひ見てみてください。最初ね、やっぱめっちゃ実写じゃん、もうそのまんまじゃん、ライオン。だからどんな感じになるのかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、あのちゃんとね、そのアニメーションみたいな感じでね、もうストーリー進んでいきましたし、うん、もう本当に最後のね、あのスカーとシンバの戦いのところとかね、本当になんか壮大な感じでめっちゃ最高でした。いやー、これはね、ぜひ見ていただきたいですね。うん、まあ、まずね、そのアニメーション見てからっていうのがおすすめなんですけれども、ぜひ皆さんね、こちら8月9日から始まりましたのでね、ぜひご覧くださいませ。それではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。もうね、レートショーだから今ね、11時半でございます。9時15分から始まったんですけどね、帰って寝ましょう、ね、そうだね。明日はね、あの TikTok 祭りなんでね、皆さん
来てくださいね。はい、それではおやすみなさい。あ、いいベッドあったね。朝ですよ。